はい、どうも、キャキです、今日は久々にタミヤの工作キット、ボクシングファイターというのを作ってみたいと思います。左下見てください。ねえ、ノックアウト、なかなかかっこいいですね。じゃあちょっと箱から見てみましょう。まず正面よく見るとこれ2体付きなんですけれど、あともう一つ気になるのがここ箱の側面なんですけど、レバーが2つだけ四角くついていないんですけど、右パンチ左パンチと書いてあります。でこれ見ると動くようになってるんですね。まあこれどうなってるのか、ちょっとそういうのも気になってるのでちょっと買ってきました。じゃあ早速中開けてみましょう。あ、ちなみに裏なんですけど、これ見てください。一応これリンクになってるみたいなんですね。よし、じゃあ、はい、中は2台分となっています。じゃあちょっとバラしてみましょう。中はこんな風になっています。2台分の材料、それとあと説明書、それに組み立ての設計図となっています。それとちょっと気になっ、さっき裏側がリングになってるって言ったんですけど、中の方がリングでしたね。これ本当組み立ては大幅かった。思わず2時間かけて完成しました。はい、完成しました。真ん中にあるのはパンチングボールで、練習用として付属されていました。ただちょっと完成したのはいいんですけど、どうも中の取り付け方でモーターが逆だったせいか、なんか左右逆転していますね。ちょっと動かしてみましょう。中の方にモーターがあると思うんですけど、これがどうも取り付け方が逆だったみたいなんで、ちょっと動かしてみます。こっちを動かせばこっち動くんですけど、逆になっちゃいましたね。まあちょっと後で直すかどうかまた考えてみます。さて動きですけど、パンチングものすごい速いです。まあもう、あ、ペンチがない。これはちょっともう一つの方を取り出します。すいませんでした。じゃあちょっとパンチング見てみましょう。結構速いんですよ。もうすごいですね、この速さ。しかも当たりません。せっかく置いたのに。それと同時にちょっと動き見てみましょう。中にあるモーターが動くことによってここが回転し、そしてここにある細いロッドが動くことによって上は上下移動するみたいですね。それによって動くみたいです。こういう風に、さて、で動く仕組みなんですけど、本体動く仕組みとしてはここにあるこれスポンジなんですけどね、これが地面を叩くことによって前に行ったり、こうやって後ろに動いたりするっていうことなみたいです。実に面白いですね、この動き。もう一つ面白い構造としては、ここのちょうどタコの口みたいになってるところありますよね。ここなんですけど、後ろここ倒れましたね。本来だったらここシールつけて見やすくするはずだったんですけど、ちょっとめんどくさいのでそれはつけていません。ここを押すことによって倒れて、それによって相手にヒットしたっていうことを示す証拠にするっていうことだったんですね。なかなかこの仕組みは面白いです。ちょうどこうして見るとちょうど当たるような高さになってますね。透明なプラスチックでちょっと見えにくいと思うんですけど、ここの部分がちょうど引っかかりになってますね。それによってこう押される、そうすると外れて、ここの部分が外れましてパターンって倒れる。なかなか面白いですけど、どうせならここの部分にちょっとバネかなんかをして、逆にピョッと上がった方が面白いんじゃないかなと思いますね。一人ですが、2体を動かして遊んでみましょう。お互いのパンチが必殺、方向がきっちり直しですね。ではもう一回。やっぱり同じ結果に。でも諦めずに方向転換。しかし、モーターが反転しているため、うまく方向が止まらず。
黄色のパンチが振り向かれた。動画を見てくださいね。皆さんいかがだったでしょうか？これで今回の動画を終わりに。するには少し早いよね。ここから先が本番。改造の時間です。誰もが持っているギアボックス。誰もが持っているボールキャスター。組み立てる。組み立てる。そしてタイヤ。はい、完成しました。まず黄色い方はそのまま改造しないでそのままになってあります。で、もう一つのピンク、いや赤、まあ赤色にしましょうね。赤色の方は具体的に改造したところはまず足元を見ればわかると思うんですけど、車輪をつけました。で、後ろの方はボールキャニスターの方で固定することでいって3点で立ち上がることにしています。それと同時に、中にあるモーターと外に下にタイヤのところを制御するためのモーターの方を入れ替えました。そしてコントローラーの方もチャンネル数を増設することによって足とパンチの方を分けることにしました。裏側の方ですけど、足元についているもの、黒い四角いもの、あっちの方がボールになっておりまして、後ろの方に倒れないように支えております。それともう一つ、今までポイント、この部分なんですけど、今までこれは倒すことによってポイントとしてましたが、ちょっとバネでこういう風に固定できるようにしました。で、当たった拍子にポンと当たるように。こっちが分かりやすいなと思いますのと、あと、何かの拍子で結構これ倒れる時があるんですよね、バネで。ということで、こっちに変更しました。では、動かしてみましょうか。まずこちらのレバー、それが足元の方に直結しまして、右を押せば右、左というふうに、で、前進、後進とすることになりました。で、次にこっちのボタン、それで、パンチ、パンチ、右、右、左というふうに分けるようになりました。これによって、今まであった自由に動く、足だけ動かして、もっと細かく動けるようになるということですね。そしてなおかつ動きながら、というふうに自由に動けるように。それではせっかくですから遊んでみましょう。今までやったら片手でこういうふうに操作してたんですけど、今度から両手でしっかりと持たなければならないので。付属のパンチングマシン、白いボール、それを叩いて遊んでみます。で、やってみます。意外と、お前どこ行くんだ？ちょっともう一回やり直します。はい、気を取り直して、今度はガス弾の缶を使ってみます。まだ残量があるので結構重みがありますので、ちゃんとやっていきたいと思います。というか結構さっきから練習したんですけど難しいです。正直言って操作がこうやって腕が伸びたままになっちゃうので、どうしてもやっぱ、それとちょっと意外に言うこと聞いてくれないんですよこれで。ちょっとさっきから逆に自分が押されて倒れるっていう、くっついちゃうともう完全に当たらないですね。腕が伸びきらないっていうか、あ、掘れちゃいましたね。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、見た目以上に正直って難しいです。特にこうやって画面を見ながらっていう、せめてこれを倒したい、倒したい。はい、いかがだったでしょうか。久々にこういったタミヤの工作機械を作ってみたんですけど、やっぱ面白いですね。それとあと作ってる時に、あ、この部品とこの部品とかそういうのをくっつけたらもっと面白いんじゃないかとか、あとこれやったら面白いかな、こういう風にまた作るのかなとか、そういうのがあるとやっぱ面白いですね。こういうなんか隙があるっていうか、改造のしがいがあるっていうのはやっぱタミヤさんのこの工作キットの面白さだと思います。最後に
これ良ければ皆さんもこういった工作機械を作ってみてください。それでは終わりにします。ありがとうございました。